ゴリラー。またかよ、またゴリラかよ。今日は重さマックスカスタムと聞いてな。重さに関してゴリラの右に出るものはいない。というわけでゴリラマックスカスタム始まるぞ。勝手に始めんじゃねえよ。もう遅い、レースは待ってくれない。まあ安心してくれ、天下無敵のゴリラマックスカスタムだ。ゴリラダーシ。この掛け声によりゴリラのスピードはさらに加速した。するわけがないんだよな。ゴリラ魔法、かっこいいポーズ、さらにトライバナナを装備。これによりゴリラはさらに加速する。このゴリラ加速しかしてねえな。ゴリライズスピード&パワー、マリカーにおいてゴリラは最強。お前がそう思うんならそうなんだろう。お前の中ではな。残念ながらゴリラ100人に聞いたアンケートでぶっちぎりの最強なんだな。ゴリラ100匹に聞いたらそうなるわ。ていうかゴリラを人としてカウントしてんじゃねえよ。そのうちゴリラが進化して我々に反落してくるかもしれん。ゴリラの惑星、言わせねえよ。それにしてもこのステージ、かっこいいポーズが乱発できるから楽しい。ほんとゴリラのくせにカッコつけやがって。カッコつけてるんじゃない、元からかっこいいんだ。見たまえ、この筋肉と美しい毛並みを。すごくゴリラです。おっと、野生の力が制御できずにダートに突っ込んでしまった。免許持ってるから制御できるんじゃなかったのかよ。免許を持っていても制御が難しいということだ。ゴリラ扱いにくすぎる。そこもチャームポイントだよな。おっと、真横に兄弟がいるじゃないか。ウホウホうるせえと思ったら原因それか。ゴリラが二人来るぞ。霊夢、何も来ねえよ。く、兄弟が緑甲羅を持っているから抜くに抜けないが、ここはあえて抜かせてもらう。すまない兄弟。いや、これダート突っ込んだから逆に減速してる。ああ、兄弟が被弾してしまった。任せろ、仇は私が取ってやる。仇ならもう追い抜いたけど、早すぎて気がつかなかったぜ。あと兄弟が普通に緑甲羅当ててたから復讐する必要もなかったけど。さすがゴリラの兄弟だ、抜かりがないぜ。もうゴリラだったら何でもいいのね。むしろゴリラ以外が NG なんで。さて、残すところもあと一周。トップとの差はそこまでないからトップゴリラになりたい。なんだよトップゴリラって。え、これゴリラの中のゴリラを決めるレース大会じゃないの。どこにいてもゴリラはゴリラだよ。なるほど、トップゴリラじゃなくてもともと特別なオンリーゴリラを目指せってことか。ああ、日本語が通じない。任せてくれ霊夢、私がトップゴリラもオンリーゴリラも取ってやる。頼んでないけど、もうそれでいいんで頑張ってください。ゴリラ魔法、かっこいいポーズで加速。なんでいちいちカッコつけてんだこのゴリラ。カッコつけてるんじゃない、もともとカッコいいんだ。それはもうわかったから。それにしてもなかなか差が縮まらない。そりゃ相手もジャンプアクションしてるでしょうからね。ゴリラ以外にもカッコいいポーズが使えるのか。元から全員使えるんだよ。く、2連アイテムボックスにかけたがダメだったか。すまない霊夢、トップゴリラは取れなかった。認めざるを得ないようだな。1位のルイージ、あいつこそがトップゴリラだ。ただの配管工であってゴリラではねえよ。さあ気持ちを切り替えて次のレースに挑むとしよう。というわけで第2レースだ。カスタムは少し変わったが相変わらずゴリラマックスなので安心してくれ。ゴリラだーし。はいはい、加速加速。さらに次のカーブでゴリラコインをマックスにする。これによりゴリラのスピードはさらに超加速。さらにさらに今回はスピードだけでなく重さもマックスなゴリラ。後ろから高速で近づいてくる重量級のゴリラに震えるがいい。何それ、威圧感やばそう。ていうかリアルで遭遇してたら死を覚悟するレベル。ゴリラは優しいから人を傷つけない。こんなにいかついマシンに乗ってるのにヤンキーの方が優しかったりするじゃん。ちょっとだけ納得してしまう自分に腹が立った。早い、早すぎるぞゴリラ。早すぎて落下した模様。これはゴリラ免許の更新に行かないといけないかもしれんな。そんな免許さっさと返納してこい。でもずっとゴールドゴリラ免許だったし。金塚のゴリラ想像してしまった。何それ超強そう。メタルマリオの次はメタルゴリラが来る。来ねえよ。ゴリラがメタル化したら手がつけられなくなるわ。メタル化したら最強の腕力と最強の胸筋が合わさり超最強になるわけだな。ドラミングしたら体崩れ落ちそう。く、危なかった。この胸筋がなかったら死んでいたぜ。何を言おうが被弾したことに変わりはないからな。復帰も素早いゴリラ。ゴリライズスピード&パワー、ゴリライズジャスティス、ゴリライズゴッド。ゴリラの神様とか信仰したくねえ。何を言っている、前回あんなに信仰していたじゃないか。私の中のゴリラは死んだ。ゴリラはやっぱり邪教です。みんな信じちゃいけません。ゴリラが邪教、それもまた一つの意見です。しかしゴリラはそれすらもお許しになることでしょう。ゴリラを信仰しているからこそのこのスピード。このアイテム、キノコまみれだと。このキノコでショートカット、残りのキノコでこの先もショートカットができる。ああ、なんて素晴らしいことでしょう。被弾したのはスルーですか。被弾ですらもゴリラはお許しになります。ゴリラの優しさは母なる海のごとく、ゴリラの厳しさはテスト前の母のごとし。両方母ちゃんじゃねえか。親父はどこに行ったんだよ。ゴリラの母は父であり母なのだ。それを構っていませんかね。一部ではそういう言い方もあるらしい。そういう言い方しか
化できないんだよな。さて、それよりもこれで最終ラップ。ゴリラのくせに割といい位置につけてますね。ゴリラだからこそこの位置にいられるのだ。ゴリラだからこそこの先1位を狙えるのだ。狙うだけなら私にもできるわけなんですが。じゃあこのままゴリラが1位になればいいわけだな。そんなホイホイ1位取れたら苦労しないんだよな。まあゴリラって明治ブルガリアヨーグルト。ノルマを侵食するのはやめろって、っていうか意味がわからなくなっちゃってるじゃん。さあ来たぞ逆転アイテムが、このキノコで先ほどのショートカットを使って、パックンで妨害しつつ、加速、完璧な作戦じゃないか。後ろから赤コーラ来てるんですけど、気のせいゴリ、気のせいじゃないんだよな。そして飛弾からの落下、ここでサンダーだと救われた、ゴリラ進行により救われたのです。あのままだと下手すれば回転落も見えていた。見えてたどころかほぼ確定レベル。しかしゴリラは私を見捨てていなかった。まあタウンマックスカスタムだったか。運ではない。進行による賜物なのです。というわけでゴリラマックスカスタムでした。次は何としてでも使わせないからな。ご視聴ありがとうございました。